おはようございます。大鳥中学校もしくは伊勢ヶ丘周辺の皆様、今日もパリボシに来てしまいました。今日はね、イートインに挑戦してこっからライブ放送しようかと思うんですよ。後ほどお届けしますね。でまだどなたもいらっしゃってないみたいなんで、店内のパンの撮影をちょっとこっそりさせてもらいます。おはようございます。ほらもう早速バリバリ並んでますよ。もうね、来るといつも行列でね、売り切れて買えなかったんですけども、今日はちょっと買えそうですんで、楽しみに今パンを見てまいります。あ、もう人が来始めたぞ。やばい、今のうちに撮影しないと。はい、ということで早速中央にね、こうやって薄高く積まれたパンをちょっと見ていきましょう。ミルクベノア、ちょっと私のね拙い発音でちゃんと伝わるでしょうか。それからこの、あの YouTube 的に大丈夫かなっていうようなね、なんとかパンっていうのがあります。これね、昨日食べたんだけど結構ね美味しかったですね。で、私の大好きなこのカレーパン、どこに行ってもカレーパンね買ってしまうというね。塩パンもね、昨日初めて食べたので良かったですね。パリボシショコラ、これが当店って私の店じゃないですけど、おすすめで、コロッケが入ってるやつと、あ、コーンパンいいですね。それからこれウインナーが入ってるやつ、これ何パンですかね。これはハムとね、あのチーズですね、シガーチーズと。ハムとチーズ、今日はベーコンです。すいません、本来ならハムだけど、本来のハムベーコン入ってます、はい、ということでございます。あ、ちょっとお客様来てらっしゃったんで、そろそろ撮影はこの辺にしたいと思いますね。この辺あまだありますからね。はい、いらっしゃいますですね。はい、私はちょっと遠慮して一旦このぐらいでね、9時まで私も待ってます。あ、この辺もちょっとね、ここはね予約の方のキープの場合もあるんで、勝手に取らないようにしようかなと私は気を使ってるところでございますね。でもまあ予約が入るほどすごいというね。お、そういえばすいません、声だけのあれご出演で恐縮ですけども、クリスマスケーキなんてのやっちゃったりするんでしょうか。ちょっとまだ未定ですか。どうでしょう。どうでしょうですね。はい、ありがとうございました。では後ほどオープンまでお待ちしましょう。イートイン、ここでイートインしますからね、ここね。はい、引き続きでございます、特化塾の久保です。今ね、広島県福山市伊勢ヶ丘、こっちが春日台で、こっちが大鳥っていうところになります。で、そこにね、中央のまああの、なんですかね、交通量の多い道路があるんですけども、こちらの方にお邪魔してるんですが、パリボシさんのそのイートインがね、すぐ店舗の前にあるんですよ。こんな感じで横並びでね、まあここだったらあれでしょう、アクリル板もいらないし、マスクもいらないと思いますので、楽しく朝食が取れるというものですね。で、コーヒーもやってますんで、コーヒーぜひね頼んでみたらいいと思います。なんかパインジュースとかもあるみたいなんで、詳しくはどんなメニューがあるのか、ドリンクの方は店内で奥さんに聞かれてください。いつもねレジの方で、いらっしゃるのがこのオーナーさんの奥さんでいらっしゃいます。一応ね YouTube で、お名前の許可が取れてませんので、奥さんということだけにしておきますけども、まあお名前言っても大丈夫だと思うんですけども、一応ねここは節度を正しくやっていこうかと思います。で、まああのオーナーさんが、パリ越しのオーナーさんが私のね一個上の大鳥中学の先輩ということで、こうどうしても応援したいなっていうのと、このね地区はお店が閉店することはよくあるんですよ。そのためのレポートも多分動画でいっぱいさせてもらったと思いますよね。最近でしたらスーパーが2店閉まったでしょ。そういうのがあったりとか、もう名もなくひっそりと終わっていくところとかね、お好み焼き屋さんとかあったわけなんですけども、私もね中学高校の頃この辺で買い食いしたりね、ちょっとねあのいたずらしてた、いたずらっても悪いことじゃないんですけども、仲間たちとね連れ添ったところがなくなっていくのは寂しいなっていうところで、久しぶりのお店のオープンなんで、ものすごくね私は街を挙げてねこれ歓迎したいなと思ってるわけですよ。いや、ちなみにねうちの親父がねここの地区の自治会長で、まあ、久保実って言うんですけども、ちょっとねオープンの挨拶ぐらいしに来いと、ちょっと今日は家帰って言っときますんで、おいパン屋がオープンしたのに、まあ、何やってんだよ、応援してくれよ、自治会長だろみたいな感じで、まああんまりそのどっかの特定の商売に肩入りするのも良くないっていうね立場なのかもしれませんけどね、余談でございました。それじゃあ、ね、もうちょっとしたら店がオープンしますので、パンをたくさん買い込んで、もうお客さんいっぱい来てますよ、今待ちですよ、待ってます、もう店頭で待ってます。ですので朝9時オープンなんですけども、あの並ぶほどの勢いなんで本当に売り切れるの早いです。お急ぎくださいね。それでは行ってまいります。これですね、今ねオープンしたんで買ってまいりました。一応9時からオープンなんで、9時よりも先に来た方はちょっとだけ待つようになるんですけどね、でもバーッと行列ができて、あっという間に店内売り切れちゃいますんで、ほんと早めに来てくださいね。で、
今日がオープン4日目なんですけども、多分4日連続で来る人ってのは私以外なかなかいないと思いますけども、まだまだねパンが足りないというね、パン難民でございましたんで、今日はたくさん買ったパンの中で一つだけ実食をしながらね、あまだあったかいよ、実食をしながらぜひねパリゴチさんの魅力が伝わるように食べていきたいと思いますけども、なんかね私が YouTube をやるとお店の評判が落ちるってことはないですかね、それだけが心配です。あ、いいですねこれ、チキン南蛮のパンですよこれ、これはすごい、いただきます。ちょっとあの値段はわからないんですけども、多分200円から300円の間だと思います。なんかねそのピザのような感覚で、あホット熱々でございますね。で店内にはあのなんですかね、消毒液もありますんで、きちんとね清潔に保たれていて、あとね今ねお花がいっぱい積んであって、どっちかっていうと花屋さんみたいですね今はね。であのプレゼントしたお花はなんか生花は皆さんお持ち帰りになってるみたいなんで、まだ残ってる分に関しましてはあのお店の方のね了承を得てお持ち帰りいただける分があるかもしれません。で私のお送りした花はねその日のうちになくなっちゃったみたいなんですけどね、ありがたい話でございます。じゃあいただきます。やっぱね焼きたてだけあってもちもちっとした感覚と、あとこんがりとした香ばしさとね風味が満点でございますね。さすがに顔の人相の悪い私でも美味しいものを食べれてる時は笑顔になっちゃうというね、そんな形でございます。あチキンの丁寧な出来栄えがパンとのハーモニーで、まさにねパリ星5つ星でいいんじゃないかなと思います。すごいまだ並んでますよ、もういいことないですね。もうね袋いっぱい買って帰るばっかりですぐになくなっちゃいますんで、で元々は高木ベーカリーさんが入ってたんですよ。で今日もレジは高木ベーカリーさんの時の奥さんがレジ打ってくださってるんですけども、この前のお店ってね私の行ってた大門高校にもパンをこう納品してくださって売店がなかったもんですから、非常に地域のためになくてはならないお店だったんですよね。でもいろんな事情でずっとは続けられないじゃないですか。そういう時にこのパリ星さんが本当に運命の出会いっていうのが入ってこられて、で再スタートしてるんですよね。まあ、だから私は言いたい、大鳥中学のやつはみんな来いと。まだ来てないやつ、大鳥中学もう調べ上げて来いみたいな感じですけどね。まあ大鳥中学とか関係なく遠方からもいらっしゃってるみたいなんで、皆さんこの新しいパリ星さんのパンをねしっかりと楽しんでいただきたいと思います。あのねごちそうパンですよ、もう完全にこれはね単なるね空腹を埋めるパンじゃなくって、ちょっと贅沢な気持ちになりたいなとかね、ちょっと世の中ね値上げラッシュ増税ラッシュでなんか嫌な風に漂ってるなって時にはこのごちそうパンを食べて、もう全部ねハッピーな気持ちで塗り替えていただきたいと思いますね。でお子さんもね小さいうちにこういう美味しいパン食べたら本当になんかねグレないと思いますんでね、グレないとでおすすめでございます。では食べて終了にしたいと思います。本当今日もご覧いただきましてありがとうございました。パリボスさん万歳。あ切れない。